ズークは、グアドループやマルティニークなどのフランス領アンティルを発祥地とする音楽のジャンルである。ズークというジャンルを確立させたのは、クレオール言語を話すブラックカリブである。ズークの歌の多くは、アンティル系のクレオールで歌われる。小アンティル諸島のクレオール言語において、ズークは、パーティー、祭りという意味があるが、19世紀にカリブ海諸島に広まった。 ポーランドのダンス音楽、マズルカのことを指すこともしばしばある。ズークは発祥地のアンティルのみならず、カナダのケベック州やフランスなど、フランス語が公用語である地域で広く親しまれている。またアフリカでも、フランス語圏で人気のあるジャンルである。ズークのリズム打ち込みを多用した徹底的なスタジオワークが特徴であり、 単純なフレーズを繰り返すワークソング風な音楽も多い。また、ビギンなど、クレオール語の伝統音楽を大胆に取り入れた、ルーツ思向の強い音楽である。キューバ音楽が20世紀に入っても発展を遂げた、一方で、1960年代頃までマルティニーク、などのショーアンティル諸島の音楽は停滞していたとされる。しかし、1960年代後半に入り、 ハイチで流行した音楽ジャンルであるコンパニー、ビギンを取り入れたカダンスというジャンルが、コアンティル諸島で生まれた。1970年代に入り、トミニカからカダンスにソウル、レゲエを取り入れた、リプソが出現し、フレンチカリビアンの音楽界に衝撃を与え、クレオール語で歌われるカリビアン音楽の登場が、待望された。1978年、パリのスタジオで、 ピエール・エドワール・デ・シムスが当時、アンティーヨに流れていた、様々な音楽をもとに、新しいダンスミュージックを誕生させた。その時のレコーディングメンバーをもとに1979年に、カッサブ・テンプレート、ジェロルド・デ・ジルト、レズ・ユク、ジェネズ・イ・レプレゼンテーションズ、ソシアル・デューヌ・ミュージック・ポピュレール。プロファスでアポリネール・アナケサ・クルルカ、パリ・アナブイ・コル・リジバ、 2018ISBN9 兆7812億3456万7897が結成され、1984年に、ズークだけが、俺たちの薬さをヒットさせた。その後、ズークは、R、R&B やレゲエの影響を受け、ゆっくりとしたテンポで、より可様性の高いズークラブへと展開した。ズークのサウンドは、 メレンゲやソカといった他のの音楽ジャンルにも影響を与え、1990年代に入った後も、フレンチカリビアンの音楽に一定の地位を保っている。日本でも、カッサブやマラボワといったアーティストにより、ズークという音楽が紹介された。ありがとうございます。